わからないんで、吉田さん、ここどこですか？何してるんですか？なんでこんな牛がいるんですか？何ですか、これが。ここはね、福島第一原発の事故から直線で14キロの場所です。原発の建屋の爆発の音が聞こえました。それから自衛隊の放水作業の真っ白い船がね、うちの牧場から見えた場所です。放射能がまさにうちの農場を際どく高濃度に流れたんですね。でこの牛たちは放射能に被曝受けてるんで、血液とか尿からセシウムが出ます。もう売れない牛です。でも僕はまだね、300頭を超える牛をね、売れない牛を飼ってるんです。なんで餌与えてるんです。なんでですか、売れないのに飼ってるなんて。ね、韓国人に説明してください。たくさん大勢の牛たちが、農家さんが避難したんで餓死した場面を見ました。ミイラになって死んでいく姿を見て、で俺たちはそんなことしないと思う、逆に考えた。そしてたくさんの牛がね、もう邪魔者として国の命令で殺されたんですよ。そういう現場も随分見たんです。僕たちは絶対この牛たちを、牛飼い農家だから、見捨てないようにしようと。売れない牛なんだけど俺たちは見捨てないんだと。津波の現場、たくさんの人の命が見捨てられました。それから犬や猫、ペットなんかも置き去りにされました。牛なんかもね、面倒見ないでみんな置き去りして死んだんですよね。邪魔者として殺されたんです。死んでったんです。僕はまだ牛を飼ってるし、残り人生ちょうど60なんだけど、残り時間ずっと牛の世話続けていこうと思うんです。この姿をみんなに見てもらおうと思うんですよ。僕がやってることはこの馬鹿げたことなんだろうか、狂ってるんだろうか、言われるんです。何馬鹿げたことやってるんだと俺は言われるね。こんな放射能のあるところになんで俺は住んでんの、こんな危ないところね、散々言われた。でも俺は牛飼いだから、ここに牛の世話するためにいる。最後まで俺は牛飼いでいたいと思う。そしてね、韓国の人たちに、福島原発事故の二の舞は韓国だってもう起きうるというふうに言いたいと思う。何も原発事故はね、津波や地震で起こるばっかりじゃない。スリーマイル原発事故、それからチェルノブイリの原発事故はね、運転操作ミスでああいう大事故になってるわけです。だから、地震津波じゃない、運転する操作の操作員のミスだってすごい事故になる。そういうものに、韓国も依存してるし、その安全という話がね、いかにそうでなかったかっていうことですよ。福島の事故の 3.11 のようなことをね、やっぱり韓国でも忘れないでほしいと思うし、僕は韓国行って喋りたいと思う。この福島原発事故の間近で、この売れない牛をまだ飼っている俺の話はね、韓国の人にぜひ聞いてもらいたいな。韓国に行って喋りたいと思う。浪江町がもう潰れていく、そういう中にあります。帰れないところなんです。帰ってきてここで米作りや農業、牛飼いができるか、できないね、子供たちなんかもう絶対帰ってこない、そういう場所なんですよ。チェルノブイリのような浪江町、そこに俺は一人住んでる。そしてこの牛たちに今日も餌をやってきた。そしてこの牛たちはね、寿命を来るまでここで飼いますね。あと5年かもしれない、あと10年かもしれない。俺は最後まで牛屋でいたい。人生長いこと40年牛やってるんで、今更どっかに行って別のことやろうなんて俺は思わない。経済活動じゃないんだけれど、俺は牛の餌を与える牛飼いでいたい。だからその姿をね、みんなに、いろいろ見て考えてもらいたいと思う。浪江はどんな感じですか、皆さん元気ですか、浪江の人はどうして。浪江町は全体が避難中です。帰れる目処が立たないんです。放射能汚染の除染というものをね、一生懸命やってるけど、除染したからといって放射能は消えません、残ります。やっぱり放射能とある程度妥協しないとね、ここら辺はやっていかないと思うんだよね。
子供たちが帰れない場所で、お年寄りは帰れるだろう。70、80になったお年寄りは自分の家に帰るべきだと思う。仮設住宅という本当にひどい、寒い、狭い、そんなところで人生終わる人がこれからいっぱい出るね。もうまともな扱いなんか受けてません。国による棄民というような状態です。もう俺たち邪魔者の扱い、そんな風なことが見えるんですね。棄民でも安倍さんは世界に向けて福島の水はもうコントロール、福島はコントロールされてる。いやいや、福島そんなことない。でどうですか、どうなんですか。オリンピックも全然大丈夫、オリンピック安倍さんのごまかしにね、うん、俺たちは負けてはならないと思うんです。あのごまかしの言い回し、あれに振り回されては俺はならないと思います。ああいう安倍さんの言い回しはやっぱりね、打ち破んなくしないと俺も。安倍さんのごまかし何ですか、ちょっと詳しく教えていただけますか。知らない人も何て言ったんですか、どういうところ。安倍さんは福島の原発事故の後、事故対応を取った日本の原発は世界一安全で優秀だと言ってますね。そして日本の原発を全世界に売りつけようとセールスマンやってる。ベトナムに、インドに、トルコに、東ヨーロッパに行って原発のセールスマンを安倍さんやってる。安倍さんには福島原発事故のまともな反省がないんですね。あの能天気な言い回し、無責任、無反省、そんなリーダーの下でね、日本は今原発の再稼働、逆戻りが本格的に始まろうとして、全く許せないね。だから安倍さんのあの宣伝文句、僕らは打ち破っていかなくちゃいけないと思う。何言ったんですか安倍さんは。だからアンダーコントロールといってオリンピックまで引っ張ってきたわけです。福島の原発はコントロールされている。コントロールなんかできないんですよ。汚染水処理だってできないね。廃炉作業だって長い時間どうできるかどうかわからない。それから、その警戒区域に追い出されたその避難地域、元になんか決して戻らない、元に通りにならない、絶対ね。除染したってそこに避難民は戻らない、うん、でもお年寄りは帰った方がいいと思う。自分の家で、自分の家のお風呂で、自分の家の広い家に帰るべきだと思う、うん。仮設住宅で人生終わってしまうようなね、ひどい扱いはもうひどすぎると思う、うん。安倍さんになって前の政権に比べて福島良くなりましたか。安倍さん、安倍さんの思うことをちょっと、今の政権どうですか、安倍さんについて。まあ、福島の視点から、別小屋の視点から。まあ安倍さんはね、素晴らしいですか。いやいや、ひどいもんです。安倍さんはそのこの福島の原発事故の反対運動が、原発の反対運動が大きく盛り上がろうとしたときね、尖閣問題、中国との尖閣問題をこの大きく取り上げるわけです。集団的自衛権必要だということで、原発の反対運動が盛り上がるとき、尖閣問題をぶつけて、ね、それが集団的自衛権まで安倍さんの手で持てっちゃったんですね。いよいよ憲法9条をひっくり返して、日本が海外で戦争できる国に作り変えようとする。原発のプラントメーカーというものは、兵器産業でもあるんです。三菱とか日立とか、いろんなそのでかい独占的なその大企業っていうのはね、その原発を推進します。それから兵器産業でもあるんです。非常に儲かる、ね。安倍さんはその大企業の、まあ、金儲けを後する政策をいろいろするわけです。そして、アベノミクスで選挙で勝つことができる。ね、経済という話をすると選挙でいつも勝てる、そういう安倍さんの、政治スタイルをね、僕らは騙されてはならないと。また原発の大事故が日本で起きると俺は思う。地震津波なんて 3.11 あの後ないわけじゃない。箱根山、富士山、異常事態が今予兆が始まってるそうです。富士山の噴火なんかもこれからは覚悟しなくちゃないとね、富士山の噴火なんか起きたら、それこそ神奈川県、静岡県、東京だって、もう関東平野、巻き添えになるでしょう。そういう危ない時期に今、日本は来てるんですよ。また津波は起こるでしょう。ね、僕らの浪江町には15メーターの津波が来た。
その中に原発の安全再稼働なんてふざけんな話ですよ、ね、もう絶対ね僕は全国回ってこの町がなくなっていく事故の後の波間の話をね続けたいと。そしてこの牛たちをね、国が殺処分しろと言ってるから絶対俺は国のアンダーコントロール言いなりにはなりません。絶対国の言ってることに対してはいそうですかと言いません。